それでは、そろそろ時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。日本記者クラブはですね、シリーズで、続けております、アメリカ大統領選の行方、研究会です。本日はですね、激動する米国と日米関係という、大変興味深いテーマでね、今、アメリカ・ワシントンにいらっしゃいます、笹川平和財団米国会長兼理事長をお務めになってらっしゃいます秋元聡さんをゲストとしてワシントンとオンラインでつないで登壇をお願いしています。秋元さんはですね、今日も会場に何かワシントン支局の OB の会員の方が見えてらっしゃいますけども、我々ワシントン支局 OB 特派員は大変お世話になっておりまして、長くですね、アメリカ三菱商事、上級副社長兼、ワシントン事務所長をお務めになられてですね、その後ですね、先ほどご紹介した笹川平和財団の米国会長兼理事長にご就任されて、ずっとワシントンの方で、アメリカの政治経済あるいは軍事情勢をフォローしてらっしゃると。それからあと、日米関係ですね、日米交流の仕事をですね、になってらっしゃるというわけです。で、秋元さんはですね、この他にイギリスの国際戦略研究所ですね、ISS、ここのアソシエイトフェローをお務めになってらっしゃいますし、それからあと皆さんも読んでらっしゃるかとは思いますけれども、ジャパンタイムズのですね、コントリビューティングライターということで、時々ですね、非常に長文の、アメリカの政治外交、あるいは東アジア情勢、日米関係に関する分析する、非常に長いコラムをですね、お書きになってらっしゃると、いうことでいらっしゃいます。今日もですね、このコロナウイルスの感染防止、感染拡大防止のためにですね、会場にはですね、定員を設けておりまして、その補完装置として、会員記者の方々には会見の模様をインターネットライブで配信していますと。で、この後の進行ですけれども、秋元さんに1時間ほどお話を伺った後、質問にお答えいただきます。オンラインでご覧になっていらっしゃる方々は、Zoom のですね、Q&A 機能を使って質問を打ち込んで送ってくださいと。Zoom の画面の下の方にある Q&A というボタンをクリックするとテキストの入力画面が出てきます。ここに氏名および所属、質問を書いて、一つのテキストにまとめて、送信してくださいと。本日の司会役は共同通信の杉田ですけれども、私の方が送っていただいた質問の方からピックアップして代読しますので、よろしくお願いしますと。お名前の読み方が難しい場合は、振り仮名を振っていただけますと助かりますと。それからあと、会場の方の質問も受けますので、挙手をされて、普段通りですね、所属とお名前をおっしゃっていただいて、質問を簡潔に、よろしくお願いいたします。それでは、秋元さん、1時間ほどになりますけれども、まずお話をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。それでは始めさせていただきます。ただいまご紹介に預かりました秋元でございます。本日は私個人の見解ということでお話しさせていただきます。また多くの方々にご登録いただいたと伺っておりますが、お忙しい方々のお役に立つよう努めます。よろしくお願い申し上げます。また杉田さんからもお話がありましたけれども、ワシントンでご指導いただいた先輩方、それから意見交換などさせていただきました懐かしい皆様にもご参加いただきお礼申し上げます。よろしくお願いいたします。私は米国生活が約30年になり、そのうちの半分をワシントンで過ごしております。で、大統領選は41代のブッシュが当選した1988年からこちらで見ておりますけれども、今回の大統領選ほど異例尽くしのものは
ないのではないかと、米国の伝統的な政治規範あるいは制度から外れたものではないのではないかと思っております。で、その理由はトランプ大統領という特殊な政治家、新型コロナウイルスの感染拡大、経済の急停止、人種差別に対する抗議運動から選挙キャンペーンのオンライン化など例を挙げればキリがございません。で、まず本日のお話をさせていただく前に、なぜ、最高裁の判事なのかということでございます。ご存知のように、右後列右からカバノ、ケイガン、ソトマイヤー、ゴーサチで、前列右からアリト、ギンズバーグ、ロバート、トーマス、ブライアーとの判事です。で、今回11月3日の投票日には結果が判明しない可能性が非常に高くなってきていると思います。で、それが今回の混乱につながるのではないかと非常に懸念しております。トランプ大統領は劣勢ということもあって、すでに大統領選挙の正当性を否定するような発言をしております。郵便投票がなされれば史上最悪の不正が行われる、あるいは民主党から選挙を盗まれると、こういったお話でございます。一方民主党の方は同じようにトランプ大統領が選挙そのものを否定するといったことに異常性を感じて、両者の対立が非常に先鋭化しているという状況です。で、11月3日ですが、共和党の方は現在6割を超す方が支持者ですね、当日投票所へ行って投票をする。で、民主党の方は 50%、 5割を切る方が当日実際に投票所で投票するということをおっしゃっているという世論調査があります。で、これはどういうことかといいますと、11月3日にですね、開票が進むにつれて、投票所で投票される方が多い共和党の票が増えていって、トランプ大統領が当確のような宣言をすると。その後郵便投票で、こちらの方は民主党が多くなるというふうに思われておりますけれども、郵便投票の開票が進むにつれて結果がですね、逆転するといったこともあり得ると思います。その場合トランプ大統領はこれまで布石を打ってきたように選挙自体が無効であるという態度を示して、ホワイトハウスにとど、まるという宣言をする、あるいは選挙の無効を提訴すると、同じように民主党の方も提訴するといった争いになる可能性があると思います。で、それがもし続けば最終的には写真の最高裁の判事の判断で大統領選の勝者が決まるといったことになりかねないような状況です。トランプ大統領は政治的な発言力を失っていた支持基盤の方々に、ある意味では憲法を含む米国の政治制度あるいは政治文化を否定して見せたわけですけれども、今回の大統領選でも基本的な選挙戦略は変わっておらず、米国の政治制度あるいは政治文化の強靭性が問われることになるかもしれません。それでは本日のお話の目次でございます。杉田さんの方からは大統領選の現状、それから全国大会を経てどうなのかというあたりについてお話をしてほしいというご依頼を受けました。で、1番目最初ですけれども、まあ、2020年の大統領選の現状認識ということで、状況がどうなっているのかということについてお話しさせていただきます。これはまあ皆さんも細かく追っていらっしゃると思いますので、重複しないようにお話したいと思いますが、特に1枚目の大統領選に至る流れの中でトランプ政権というものがどういうものなのかということを私なりの見方をお示しさせていただきたいと思います。で、その後共和党民主党の全国大会ということで、これはもう報道もされておりますので、ごく簡単に両者のおっしゃっていることの比較といったのことを触れさせていただきます。で、3つ目でございますけれども、これが、まあ、今後大統領選の帰結に影響する注目点は何なのかということですが、激戦州、それから有権者層、フロリダ州、経済、新型コロナウイルス感染、人種差別の抗議運動、
選挙の無効化といったようなことについてお話しさせていただきます。でさらには4番目の項目といたしまして、米国の地殻変動ですね。現在米国人が米国をどう思っているのかという点でございますけれども、まあ、とかく大統領選の分析といいますと、共和党候補は誰で、民主党候補は誰で、副大統領は誰で、両者の政策を比べて、でどちらかが勝った場合にどういう政権になるのか、で日本との関係はどうなんだと、こういう視点になるわけですけれども、私は米国社会の変化というのが、国内の変化、それから外界環境の変化というのが大変大切ではないかと思っております。トランプ大統領とオバマ大統領は、政治的なイデオロギーあるいは政策態度において、正反対の極にある方だと思いますけれども、ある意味では彼らの立場には共通のことがありまして、それは何かと言いますと、米国を中心に考えるということです。で米国を中心に考えるということは、米国の、社会の変動、これをですね、いかに反映していくかということになるわけですけれども、支持基盤が異なるがために両者の打ち出してきた方針や政策は異なりますけれども、その根源となるところは非常に似たところがあるということをお示ししたいと思います。で最後に、それが日米関係にどう影響するのか、特にですね、日本が今後米国をどう見ていくかという視点について、考えを述べさせていただきたいと思います。それでは大統領選に至る流れでございますが、これは先ほど申し上げましたように、トランプ政権というものがどういうものなのかというのを私の視点からお話しさせていただくということになると思います。まず一つは2016年の選挙期間中を振り返ってみますと、トランプ大統領に対しては当時候補ですけど、まあ、泡沫候補的な位置づけだったと思います。で侮蔑と渇望というのはですね、ワシントンあるいはメディアあるいはインテレクチャルとエスタブリッシュメント、こういう方々からは泡沫候補として、侮蔑的に扱われたわけですけれども、トランプ候補を渇望した方々もいたわけですね。これが支持基盤の方々なんですが、一般的には、まあ、白人労働者と言われることが多い、あるいは福音キリスト教というような形容になるわけですけど、説明になるわけですけれども、私は大きくくくって3つあると思っておりまして、一つは白人労働者と白人の農民、それから文化価値の保守派の方々で、この方々には福音キリスト教も入れば、キリスト教的な一般的なキリスト教主流の方々も入る、それから、まあ、かつて、アメリカ人という日本人が持つイメージだった中西部のいわゆるディーセントな、アメリカ人の方々と、それから、国粋的な愛国者、国粋的と申しましても日本流に言う右翼的な話ではございませんで、まあ、米国人がよく言うベストカントリー・イン・ド・ワールドと、世界の中で米国が一番優れた国であると、もうむき出しの愛国心を出していく方々ということになります。でこれは置き換えますと、まあ、軍人、警察官、消防官、そういった方々ということに、トランプの支持者としてはなると思います。で彼らがですね、この何十年間かで経験してきたことというのは、政治的発言力がだんだん次第に低下していったということですね。共和党民主党にかかわらずですね、やっぱりグローバル化、それからエリート化、こういった、それからまあリベラル化、こういった流れの中で彼らの考えていることを代弁している政治家が少なくなってきたということでございます。簡単に一番わかりやすい言い方をしますと、 LGBT ですとかそういったものに対して強い危機感を持つわけですけれども、そういう発言をした瞬間にですね、社会で抹殺されてしまうと、こういった社会に対する不満、強い不満を持っている人たち、しかしそれを代弁してくれる人がいなかったということですね。ですからキャンペーン期間中にトランプがポリティカルコレクトネスに対して正面から批判をする、外国人、不法移民に対して
強い言葉で罵ると、こういったことはですね、彼らにとって、彼らからするとよく言ってくれたとこういうところがあるわけです。で、一例を挙げさせていただきますと、メキシコのとの国境の壁ですが、メキシコとの国境に壁を建てるといったときには、エスタブリッシュメント、ワシントンの政治家、メディアの方々、インテレクチャル、彼らは皆常軌を逸していると思ったわけですけれども、この3つのグループにこれはすごく響く金銭を打つことなんですね。で、事実とは異なりますけれども、白人労働者から見ればメキシコというのは自分たちの職を奪う否定的なイメージの人たちということになります。それから文化価値の保守派の人からご覧になりますと、そもそも英語を喋らずに、スペイン語で生活圏を作っていくという非常に異質な人たちが入ってきていると。それから国粋的な愛国者の方々からすると、そもそも国境というその国家主権を守らない、それから犯罪者である教育程度が低いといった、そういった偏見ですね、そういったものも含めて、一言国境に壁を立てるんだといった瞬間にですね、支持基盤層には響くと、こういうことだったわけですけれども、それに気づく人が非常に少なかったということがエスタブリッシュメントの中には言えると思います。で、トランプ大統領はですから就任式において何をおっしゃったかというと、I am your voice と、私はあなたの声だと、つまり自分たちが発言力をなくしてしまったと、アメリカという国がハイジャックされてしまったと思っている人たちに対して、あなたたちの言葉を伝えますと、意向を実現しますと、こういうことを彼は打ち出したわけですね。で、トランプ政権というのは、私は政権運営を従来の伝統的な形で行っている政権ではなくて、最も分かりやすい言い方をすれば、選挙キャンペーンをですね、継続的に行ってきた政権ではないかというふうに思っています。で、それは支持基盤層向けの公約を連発すると、連発することによって、打ち出した瞬間に半分以上の目的は達していると、それが実現できるかどうかというのはまた別の問題と、それから株価と雇用、これが実質的になると、それから共和党の幹部あるいは議員との、取引というと言葉が悪いかもしれませんけれども、共和党の幹部の方もトランプ大統領が異質なものという理解を持っていながら、共和党の伝統的な施策ですね、減税ですとか小さな政府ですとか、それから保守派の判事を最高裁だけではなく連邦裁判所などにも入れていくと、こういったことに呼応したわけです。それからトランプ大統領自身は政権をトランプホールディング社と全く同じように運営していると。で、これはどういうことかと言いますと、トランプ大統領がトランプホールディングと同じように独裁権力者として全ての決断をトップで下すと。で、その中で信用をしているのは家族だけと。あとはどんなに高位なマネージャーであろうと、経営幹部であろうと、取り替え可能なパーツに過ぎないという考え方です。したがってホワイトハウスでも人がすごく入れ替わったりするわけですけれども、トランプから大統領からすればごく普通のことがずっとこれまでは続いてきたということが言えると思います。で、支持基盤を固めて、激戦州を勝つことによって再選を実現するということでこの政権を続けてきたわけですけれども、今年に入って大きな誤算が発生したと。それが新型コロナウイルスの感染、それから黒人差別反対の抗議運動ということになります。で、これは新型コロナウイルス感染に関しましては国民の命生活への危機というのが現実問題として発生していると。で、それに伴って経済活動の崩壊から雇用の喪失と、生活が本当に脅かされてしまったと。それから黒人差別反対の抗議活動が一部社会的な騒乱混乱を招いて、トランプが支持基盤として仰いでいた白人文化価値の保守派、それから愛国者の方々、彼らも危機意識を持つようになったと。
ということが言えると思います。でそういった中でバイデン大統領がトランプに2桁以上の差を全国的な支持率では支持では獲得したわけです。でバイデンとしてはバイデン候補民主党候補としてはトランプの失策今年に入ってからの失策ということを信任投票として問うということが大きな戦略になりました。ですから、まあ、新型コロナウイルス感染をしないということもあるんですけれどもトランプ大統領の自室を待つという意味もあって、デラウェアの自宅のにこもって、選挙活動を続けてきたわけです。ところが全国大会ではですねついにトランプ大統領が、劣勢というのを極めて危機意識を持って捉えて、選対本部長を7月に更迭して、交代をさせました。そして、この劣勢を跳ね返す、まあ、ほとんど唯一と言ってもいいような戦略戦術に出たと。それは、バイデン民主党候補に対する直接攻撃です。で、受諾演説では1時間10分という長いものでしたが40回以上にわたって、バイデン候補に攻撃を仕掛けたと。で、そのポイントというのはもうたった一つと言ってもいいことで、バイデン民主党候補に米国を任せれば米国が破壊される、特にこの1番目の基盤支持層の人たちが愛してきた米国が破壊される、それから激戦州で奇数を握る特にサバービア郊外部の有権者たちの生活が脅かされる、危機命の危険にさらされる、から社会主義者あるいはアナーキストに乗っ取られるといった論調です。で、レーバーデーが明けまして、両候補が今は激戦州で遊説を強化して、自宅にこもっていたバイデン、これは自宅からのオンラインキャンペーンで勝てると言ってたわけですけれども、彼も危機感を持って今出てきたということで、まあ、選挙戦が本格化したといった状況だと思います。で、トランプの支持基盤層が重要だということを申し上げましたけれども、これは過去の大統領と比べた支持率の変化を示しておりますけれども、面白いのは他の大統領の支持率が上下しているのに対してトランプというのは全く上下しないということですね。 40% の 前半から中盤で低位で固定していると、つまり基盤支持層をしっかりは固まっていると、その上にどれだけ積み重ねができるかということが勝敗を分けるといったことです。それからレーバーデー後、これまではですねレーバーデーこの派遣のところがレーバーデーのあたりなんですが、レーバーデーを超えてから選挙戦が本格化をして、例えばその2000年のブッシュとゴアでは争いが入れ替わって、首位争いが入れ替わっている、ブッシュとケリーも近づいた、マケインとオバマの場合はそこで決着が大きくついていったというような状況ですけれども、まあ今回の大統領選は先ほど申し上げましたように郵便投票というのがもうすでに始まっていますので、大統領の討論会などを待たずしてですね投票する方も非常に増えてくるということで、なかなか先の見通しが通らないと。これまでのようなそのレーバーデー後にですね、本格化をして討論会を経て、それで、投票日を待つと、もうそういった選挙ではないといったことが言えると思います。で、これが2016年の大統領選の結果ですけれども、ご存知のように得票数でトランプ候補はクリントンに290万票程度後陣を排したと。から得票率に関しましても 2% ポイントぐらい落ちているということなんですが、選挙人の獲得だけで選挙人を多く獲得したということで勝利を決定したわけです。で、激戦州の数え方はいろいろありますけれども、まあ、一応11州ということにさせていただきました、この2016年は。でここでトランプの方は7勝4敗ということで大きく勝利をして306人獲得いたしました選挙人のうち99人をこの激戦州で取っていると。クリントンの場合は逆に4勝7敗で232人
の選挙人を獲得したわけですけれども、37人しか、激戦州では獲得できなかった。で、特に前回で重要だったのはペンシルバニア、ミシガン、ウィスコンシン、この激戦州で、ここを合わせてですね、7万8000票に満たない人たちが、米国大統領の決したと言っても おかしくない状況でございます。ですから、まあ、全国的な投票率ということをよく出ますし、有権者の大きな心理状態を読むには有効な手段だと思いますけれども、やはりその州ごとの選挙人を積み重ねていく必要があるということです。でこれはどのぐらい そのパーセンテージポイントで勝利をしたかということですが、この薄いピンクと薄いブルー、これが 5% ポイント以内の差ということで、そういった州が非常に増えているということが、それが多かったということがお分かりになるかと思います。それから民主党の場合はこのラストベルトで、かつては労働組合の支持が強かったんですけども、労働組合の民主党に対する支持が落ちてきている、それから労働組合の組織率、その組織率そのものが低下しているといったことがあります。でトランプ大統領の支持者でございますが、まあ、逆に言えば民主党の支持者ということにもなるんですが、性別で言えば男性、それから年齢で言うと中高齢者も圧倒的です。それから人種民族で申し上げますと白人ということになります。それから教育で言いますと大卒以下、それから共和党の支持基盤は非常に強いので、あるいは保守の支持基盤は強いので、共和党保守右派、彼らの 大多数の支持を得ている。それからキリスト教で言いますと、特に大きいのが白人の福音派ということで、このあたりは松本先生がご説明なさった通りでございます。で現在の仮想対決の状況を見てみますと、バイデンの方がやはり有利な状況が続いているということで、先ほど申し上げましたように、コロナウイルス経済の停滞、あるいは崩壊、それから黒人人種差別問題への抗議、それに伴う一部の、まあ、暴徒化ということで、バイデンが2桁近くリードしたと。ただし、先ほど申しましたように7月からトランプは危機感を持って、選対委員長も交代して、戦略を変えて追い上げ体制に入っているという状況です。で、今年の大統領選の勢力図ということなんですけども、一般的な見方としてましては、ご存知のように西海岸、それから北東部、こちらは共和党、失礼しました、民主党の支持基盤ということになります。から共和党の方は、まあ、これまでは南部、新南部、それから南西部、サウスウェスト、それからマウンテン、山岳部、中西部ということになっておりましたが、その中でも、支持が人口の動態の変化その他によって、動いておりまして、今年の激戦州、今回の大統領選の激戦州としては最も激戦が激しくて、現在予想がつかない3州というのが、従来はどちらかといえば共和党の牙城だった州になっています。ノースカロライナ、ジョージア、これは南部ですね、文化的な、政治文化的な価値が保守的なところ、それからアリゾナ、ゴールドウォーター、マケインもいて、共和党が強かったところですが、ここが激戦州、超激戦州になってきていると。ですから、トランプの視点からすれば、まあ、こちらの西海岸あるいは北東部はもう勝負をしても仕方がないので、とにかく支持基盤州を全部固めて、その中で激戦州をいくつか詰め上げて勝つという2016年と全く同じ戦略になっています。で今の勢力図を全体像として並べ替えてみますと、これニューヨークタイムズ、まあ、いろんな各社結果を出しておりますが、調査を出しておりますが、ニューヨークタイムズの最新の9月1日のものですけれども、現在、共和党に支持、共和党支持をする、
あるいは共和党に傾斜をしていると、強く傾斜をしていると、そういった方々を合わせると125人の選挙人がトランプ側にいると目されています。それからバイデンの方、同じようにバイデン民主党候補の民主党に投票する方、それから民主党に強く傾斜している方を合わせると218人、選挙人の総数が538人で勝利確定人数が270人ですので、トランプの方は勝利の確定人数まで到達するのに145人必要であると。でバイデンは52人といった状況です。で、激戦州ですけれども、この激戦州を全部合わせると199人になりますけれども、やはり民主党に傾斜をしている激戦州の選挙人が多いということで、まあ、52人で到達する、トランプよりそもそも少ないわけですけれども、激戦州の中での傾斜している選挙人もトランプに比べるとバイデンの方が多いということで、有利ということが言えると思います。で、共和党大会の後どれだけ追い上げるかということで、まだ世論調査の流れは確定していませんけれども、共和党大会の後にそれほどトランプ大統領の支持が上がっていないというのが現在の一般的な状況ではないかというふうに思います。で、シナリオがこれから4つございますけれども、1つのシナリオが、トランプ大統領が2016年に勝った州ですね、2016年の選挙を再現してみるとどうなるのかということなんですが、そうしますと超激戦州の黄色の部分ですね、先ほど申し上げましたジョージア、カロライナ、それからアリゾナ、こういったところを全部トランプが抑えると。それから民主党の薄いブルーのところですね、ここをいくつか取るということになりますと、トランプの勝利もあり得るという状況です。それからもう少し現実的なシナリオに戻って、現在のトランプ政権の選挙選対陣営の方々は、前回と同じようにラストベルト、特にミシガン、ペンシルバニア、ウィスコンシン、こういったものを全部取れると考えてはいないと思います。で、どこかを落とす、あるいは最悪の場合全部落とす可能性もあるということです。ただし、トランプ政権の後でもお話申し上げますけれども、前回の2016年はフロリダというのをそれほど重視はしてなかったんです。でそれはフロリダは本当のスイングステートでなかなか見通しがつかないということと、とにかくラストベルトを取って勝つという戦術が確立していたからですね。ところが、まあ今回はフロリダに力を入れてきておりまして、まあ、ここでラストベルトは落とすがフロリダを取ると、そうするとですね、まあ、数の上ではまあギリギリ勝てる可能性があるということです。それからバイデンが今度は民主党の傾斜州で勝利をすると、これは民主党の強い民主党支持、民主党より民主党寄りの激戦州、こういったところを固めるだけでバイデンは勝てると。この場合黄色の先ほど申し上げました超激戦州を全部落としても勝てるという状況です。ただ最後にバイデンが白人のリベラル層、特に女性、郊外部の女性、それから非白人、黒人ですね。でバイデンはスーパーチューズデーの前にカロライナで黒人の支持を得て、クライバンの支援もあって下院議員の勝ちましたけれども、その時も黒人は圧倒的な支持をしたんですが、投票した方々は中高齢の黒人が多かったので、まあ、若年層の黒人をどう取り組んでいくかということが鍵になると思います。それからもう一つはヒラリー・クリントン候補の場合はヒスパニックが圧倒的にクリントン候補を支持したわけなんですが、バイデン候補はなかなかヒスパニックの支持が伸びておりません。でこれは黒人に傾斜しているということが私は関係していると思うんですけれども、まあ、ヒスパニックをのその、剥落をどこまで防げるかということが大切だと思います。まあ、いずれにせよバイデンが、民主党候補が白人リベラル非白人の支援を確保すれば、もう地滑り的な圧勝になる可能性があるということでございます。
で、先ほどのニューヨークタイムズでございましたけれども、先月末までの、クックポリティカルリポート、CNN、FT、リアルクリアポリティクスのアベレージと、これをもう大体似たような形になってまして、これはバイデンの場合は薄いブルーと濃いブルー、ここを合わせたもの、それからトランプの場合は、濃い赤とピンクのところを合わせたもの、つまり、激戦州を除いたところを両者が取ったらどうなるかという仮想の状況ですけれども、どれを見てもバイデンが有利な状況というのが明らかになっております。で、党大会に関しましては、先ほど申し上げましたように多くの報道がなされておりますので、ここでは基本割愛させていただきます。で、受諾演説の骨子、トランプのバイデン、トランプ、それからトランプ大統領のプラットフォームですね、それからバイデンのプラットフォームということを一応まとめてございます。で、ちょっとここだけお話しさせていただきますと、選挙期間中のプラットフォームっていうのはプラットフォームに過ぎないわけで、実際の政権、実際に大統領選に勝利をして、その後ですね、どういう方々が政権の中に入ってくるか、それから自らの党の指導部の方々との議論がどうなるか、いろんな要素によって変わると思うんですね。で、今ワシントンで、東京で一つ例を挙げさせていただきますと、民主党のプラットフォームからワンチャイナというのが落ちていたというのがすごく話題になっているかと思うんですけれども、アメリカではほとんどどなたもそれについて議論はしていないというのがような状況ではないかと思います。これについてはお時間があればまた後ほどお話しさせていただきます。で、バイデンとトランプの政策比較でございますけど、それを踏まえた上での政策の比較でございますけれども、政治に関しましてはやはりトランプは基盤支持層に対する働きかけですので、反ワシントンということ、それから社会騒乱を抑えるということで法と秩序と、それから反リベラルということで、まさに2016年の大統領選の勝利と同じような同じ戦略で臨んでいると。で、バイデン民主党候補の方は大きく言えば民主党のそのエスタブリッシュにのっとった政策課題に重点を置いていると。ただし、党内の左派がいますので、その左派とのやり取りですね、関係によってバイデンの方がどういう政策を取るかというのは分かりにくいところ、まだ明確になってないところがあると思います。ハリス副大統領にしましても、バイデン大統領候補、民主党候補の本当の第一候補だったのかどうかっていうのは、分からないんじゃないかというのがワシントンの多くの方が思っていることではないかと思います。経済政策に関しましては、トランプ大統領は成長と雇用、これはバイデンさんも同じで、ただしトランプの方は中国から雇用を奪還するんだと、そこに引っ掛けてきていると。それから通商に関しては、先ほど申し上げましたように、オバマとトランプの比較で申し上げましたように、両者とも米国が利益を得る通商を進めていくんだということでございます。ただしバイデンの方はトランプ流の高圧的な交渉というのは実利を得ないという言い方をしております。それから、トランプの方は法人税の減税、それから給与税の減税をさらに進めていくんだと。それからバイデンの方は国内の富の再分配、施策を打つために法人税の増税、それから富裕層の増税と、ここは大きく違うと、これはこれまでと同じことでございます。それから経済施策の中に、バイデンの方は、気候変動、あるいはケア従事者ですね、から教育、こういったものを含めてきているということが言えると思います。社会政策の方ですけれども、これはトランプ大統領の方はまた繰り返しになりますけれども、本当に継続的にそこをついてくるわけなんですけれども、支持基盤層向けの社会政策を充実していくと。でバイデンさんの方は、これまでの民主党の
プラットフォームにのっとった、政策を打ち出してきているということが言えると思います。それから外交に関してはトランプの方はトランプ大統領の方は対中の強硬姿勢を打ち出すんだと、それからもうすでに打ち出してますけど過去半年は特に強くなってきていると、これも選挙というのがあると思います。それから恒久戦争の終了ということで、米国が対テロの戦争を長く続けていますけれども、それを終わらせるんだと。それからバイデンの方は視覚的な国益の確保、米軍の強化、同盟国の重視、パリ気候変動条約へ復帰ということを言ってまして、まあ、トランプが反オバマということがあるとしましたら、バイデンの方は反トランプということで、視点を打ち出しているということかと思います。新型コロナウイルスに関しましてはトランプの方は経済活動優先、それからワクチン開発、バイデンの方はバイデン民主党候補の方は感染症に対する対策で、まあ、これは誘導尋問のようではありましたけど、インタビューで場合によってはロックダウンをするんだということもおっしゃっております。で、新型コロナウイルスに関しましては本日、ウォーターゲート事件 の記者で、ワシントンポストの記者のウッドワードさんのトランプ大統領のインタビューの録音が、公開されるということがありまして、トランプ大統領がすでに1月の末にですね、極めて、高い危機であると、新型コロナウイルスはということを、で大統領1期目の最大の課題だということを情報インプットをされていたと、されていたけれども意図的に無視したという録音テープが流れてきまして、まあ、これはトランプ大統領が選挙に勝つために国民の命を無視したということになりかねず、行方をしっかりと注目する価値があるデベロップメントだというふうに思っています。で、大統領選のそれでは注目点というところに移らせていただきます。で、大統領選の注目点、ということで、まずはやはり先ほど申し上げましたように激戦州が極めて大切だということはもう強調しすぎることがありません。で、これはですね、アリゾナ、フロリダ、ミシガン、ノースカロライナ、それからペンシルバニア、ウィスコンシンの平均値をリアルクリアポリティクスが出していたものですけれども、大体そのパーセンテージポイントの差が 3% ポイント程度ということで、まあ、これは2016年の時点とあまり変化はなくて、まあ、そういう面から言えば数字だけを追えば、まあ、逆転も可能だということなんですが、まあ、世論調査の信憑性ですね、これについての議論が前回その前からもありましたが、特に前回は強かったと思いますけれども、一般投票の世論調査というのはそれなりに精度が高かったんですけれども、激戦州の世論調査というのはかなり精度がぶれたところがありまして、で専門家の方々に伺ってみると、やはりその世論調査というのは非常にコストがかかるので、全国的なものっていうのはやりやすいと、ただし激戦州で本当に精度の高い、世論調査をですね、世論調査機関あるいはアメリカのメディアがどこまでですね、コストをかけて、やっているのかというのは疑問の余地があると、こういうことをおっしゃっている方が専門家の中にいらっしゃいました。で、有権者層、今度は大統領選の帰結に影響する要素の2つ目として有権者層ですが、レッドステート、ブルーステートというふうに言われるんですが、今度はその米国をカウンティごと、郡ごとにですね、レッドカウンティ、ブルーカウンティで色分けしてみますと、こういう形になります。で、これ何を示しているかと言いますと、当然ですけども、それぞれの州の中にまだら模様のところがあるということで、マダラン模様のところを見てみますと、都市部、それから非都市部、ルーラル、それからサバーブ、郊外ということになるんですが、まあ、今回、前回もそうですけど、今回特に重要だというのが、トランプにとっては激戦州の郊外居住の有権者、
中でも白人、特に女性ですね。でこの有権者、郊外部分にいらっしゃる居住されている白人女性というのが前回は一定数トランプに票を投じていると。でこれがトランプが激戦州でかろうじて3州で7万8000票の差で勝ったという大きな理由なんですが、最近の調査では白人女性のサバービアの郊外部の方々が剥落しかけているのではないかということが言われています。からバイデン民主党候補からすると重要な有権者ですね。このカウンティーごとに見ていった場合に、やはりその若年層の黒人有権者、この人たちを抑えていくということは非常に大切だと思います。黒人有権者を取らなければバイデンは絶対に勝てないわけですけれども、中高年齢層はそれなりに堅固ですけれども、若年層の支持をしっかり得るということが必要だというふうに思います。まあ、それが今回の副大統領選の副大統領の選択で、黒人女性、ということを非常に重視したという理由だというふうに思います。それからヒスパニック系の有権者、これは先ほど申し上げましたようにクリントンはヒスパニック系に圧倒的な強さを持ってたんですけれども、バイデンの方はそうでもないということで、特に重要なのがやはり激戦州のアリゾナ、それからフロリダですね。ここで勝利するためにはヒスパニック系が絶対に必要だということが言えると思います。で今度はフロリダ州ですけれども、前回の大統領選ではトランプ大統領はフロリダにはそれほど力を入れていませんでした。それは何かというと、一つはですね、フロリダは予想が非常に困難なスイングステートで、バトルステートというよりはスイングステートで、大統領選挙のためにですね、リパブリカン、デモクラット、リパブリカン、デモクラットとこういうふうに変わってきております。で過去の大統領選でも、オバマが勝ったりブッシュが勝ったりと、そういったどちらにでも触れる州だと思います。でその理由というのは、有権者が人口が急速に増えて有権者も多様化しているということで、かつては南部の州と同じような存在だったんですけども、現在はですね、リタイアされた方々が非常に多くなっている。それからキューバ系の方、それからオーランドですね、この辺ですと、あるいはタンパですとか、サービス産業、テーマパーク、そういった従事者の方々が増えている。から人口が増えているので、学校も増えて、特に大学、学生が増えている。で最近は、キューバ系の政治的発言力を学んだベネズエラ系がまたフロリダに集結しつつあるということで、まあ、非常に多様な有権者が集まっているということで、触れやすいということがあると思います。で先ほど申し上げましたように、多くの州では都市部が民主党で、郊外部が共和党で、サバーブがどちらに転ぶかというのが一般的な図なんですけれども、フロリダに関しては都市部、マイアミからウエストパーム、パンビーチのあたり、それからオーランドのあたり、タンパ、セントピータースバーグのあたり、ジャクソンビル、この大都市がですね、決して民主党が圧倒的に強いとは言えない部分もあるというのが特徴だと思います。ですからトランプは、まあ、かなり早い時期からですね、劣勢を認知した、悟って、今回の大統領選ではフロリダというのを非常に従事してます。一例を挙げますと、居住地をパームビーチに移したというのもそうだと思いますし、それから6月の選挙キャンペーンの火蓋を切ったのはオーランドで大集会をいたしました。それから反オバマという言い方をされますけれども、やはりキューバへの制裁を再び強化していくというのは、先ほど申し上げましたキューバ系、ベネズエラ系の有権者への働きかけですね。それから G7 のサミットをマイアミのドラールというご本人のゴルフ場で、なさるということを計画して、各首脳に、オンラインではなくて実際に来てほしいというメッセージを送ったわけですけれども、一般的には公私混同ということで自分の
ゴルフコースで、開催するのはまかりならんという論調が多かったんですが、これもフロリダ、特にマイアミ、この辺りは大きい代表殿ですので、自分自身がその世界のリーダーであると、で各国の主要国のリーダーが自分のところに会いに来るといったことを印象付けたかった。またマイアミ地区にはお金を落とすということもあったと思います。で、最後に先ほどもから申し上げましたベネズエラ系ですけれども、これは新しく政治的な発言力を非常につけてきているということで、ご存知のようにキューバとベネズエラっていうのは持ちつ持たれつの関係になっているわけですけど、それの反作用としてアメリカにおいてキューバ系とベネズエラ系がまとまりつつあるということが言えると思います。で、先ほどのバイデンがアイオワ、ニューハンプシャーで4位、5位と惨敗をして、もう絶体絶命の時にスーパーチューズデーの前のカロライナで勝った、その時の勝利を決定づけたのがクライバン下院議員ということはもうほぼ間違いないわけなんですけど、同じような役割をルビオ上院議員がフロリダで担う可能性がある、あるいは担ってほしいとこういうのがトランプの考えだと思います。ルビオは背が低いですとか、指が短いとか手が小さいとか、2016年の予備選では、トランプから差別的な攻撃を受けて、決して2人がいい感情を持っているとは思えないんですが、ここの政治的な結託が非常に、今強くなっているということで、ルビオがワシントンに連れてくるキューバ系の共和党有権者、あるいはベネズエラ系の有権者とはトランプはワシントンでホワイトハウスにも招いて、会ったりということをしています。それから、最近はあまり言ってませんけれども、ベネズエラ系への働きかけとして、ベネズエラに米軍を送るとかですね、そういったことを言ったこともありましたけれども、それも全く選挙を念頭に置いた、基盤支持層の共和党員への働きかけということができると言えると思います。から次に大統領選の帰結に影響を与える要素として当然ですけど経済があると。でこれはいろんな要素があるんですけども、まあ、最も分かりやすい一つの例として失業率なんですけれども、一期で終わった大統領カーター、それからブッシュ、この時はですね経済が、悪くなりまして失業率が上がっていると。逆にクリントン、ブッシュ、オバマの場合は異なる状況になっていると。で今回トランプは新型コロナウイルス感染で、ここまで、5月でしたか 14% を超えるまでいっていると。で最近はまあ少し戻って4ヶ月連続で戻ってきているというような状況はありますけれども、これだけその、失業率が高くなって、で 8.4%、 8月は 8.4% でしたけど 8.4% で少し良くなったというような感覚を持つほど悪い経済の状況で、本当に勝てるのかという気はいたします。それから新型コロナウイルス感染ですけれども、これは米国の感染者数はついに630万人を超えたと。でこれは世界の約 23%、それから米国の死者数は約90万人ですね。で、失礼しました、19万人ですね。で世界が90万人ですので約 21% ということで、トランプ大統領のその、大統領としての失策の最大のものとして捉えられていると思います。でその感染が今でもまだ止まっておりませんで、まあ、全国的なピークは超えた形は超えた感がありますけど、まだまだ高止まりしていると。それから経済活動の、活発化を急げば急ぐほどまた感染が増えるといういたちごっこが続いているという状況だと思います。で、米国全土に特に 大都市都市部にコロナ感染が広がっているという状況でございます。それで最後に、先ほど申し上げました、まあ、本日 そのウッドワードが、ワシントンポストの記者が発表をしたトランプ大統領とのインタビューですけど、これ18回インタビューをしているそうなんですけれども、そこでトランプ、これまではトランプ大統領は科学を信じないですとか、医療専門家を信じないですとか、まあ、そういった批判が多かったわけなんですが、このインタビューではですね、本人が非常に危機的であると、
それから最悪のインフルエンザよりももっと強力な、疾病であるというようなことをウッドワードに打ち分けておりまして、まあ、これはかなりダメージがあるんではないかなというふうに私は考えております。ダメージというのは当然反トランプ側にダメージがあることは間違いないんですけれども、トランプが頼りとする基盤支持層の方々にもダメージがあるんではないかというふうに考えます。それからこれはですね、黒人差別に反対する抗議運動の頻度っていうか現れですけれども、Google トレンドで、自宅近くの抗議運動のサーチをした回数ということなんですけれども、4月まではそれほどでもなかったんですけれども、4月から先月、5月から先月まではもう全米各地において自宅近くのその抗議運動をサーチする数が増えているということが言えると思います。でこれはトランプを利するのかバイデンを利するのかっていうのは私はよくわからないんですけれども、トランプを利するとすると、ボートによる無法行為が あるいは略奪、それから生命への危険、先ほど申し上げた。で白人の特に女性、郊外居住者に対して、あなた方の安全を守れるのは私だけだと、これがもう最大のメッセージですけど、トランプのに、使えるということで、大統領顧問のコンウェイですね、彼女は先週のインタビューで、騒乱が起きれば起きるほどトランプに有利だという発言をしております。でこれまではトランプの大統領の基盤支持層というのは、大統領に何か危機的なことが起きるとますます一致団結するという傾向がありまして、例えばその弾劾裁判なんかはそうだったわけですけれども、裁判をしても弾劾されないことは分かっていたので上院でですね、民主党のペロシ議長などは慎重な構えを崩さなかったわけですけれども、まあ、今回同じようにですね、大統領の米国の危機という中で白人有権者が一致団結するという可能性もないとは言えない。もう一つはバイデン大統領に仮に有利に進むとするとですね、非常にトランプの選挙キャンペーンとしては天才的なところだと思うんですけれども、今トランプ大統領が大統領として国政のインチャージでありながら、今起きていることは自分の責任ではないということを非常に強くおっしゃる方で、またそれが基盤支持層には染み込んでいくということなんですけれども、バイデンからするとそこを攻めるということができると思います。それから選挙の無効化、これは先ほど申し上げました優先、一番最初に申し上げました郵便投票ということなんですけれども、右側が何らかの、その障害があるですとか、そういったことの理由があれば不在投票が認められる州です。で、これはテキサスですとかルイジアナですとかアカンソーですとか、まあ、限定的ということで、それから左側のですけれどもノーエクスキュース、つまり、理由がなくてもですね、郵便投票ができるという州が多々あります。で一部ですね、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、オレゴン、ユタ、バーモント、ワシントン、それからワシントン DC のように全有権者に郵便投票の用紙が送られるところもあります。で、月内に約29の州で郵便投票が行われ、もうすでにカロライナなどは始まっているわけですけれども、これがトランプ大統領の考えでは郵便投票で投票率が上がればマイノリティの投票が増えて自分に不利になるということなんですが、実際最終的にどうなるのかというのはよく分かりません。で、これが先ほど申し上げた、まあ、混乱の中で、最高裁に政治的な判断を、法的な判断を仰ぐということがあり得ると思います。ただしそうなった場合でもですね、収まりがつかない両者による騒乱というのが発生する可能性がないとは言えないと
ですから大統領選が終わった後ですね、米国は混乱する可能性がないとは言えないというふうに思っています。では米国の現状と将来ということでお話しさせていただきますけれども、まあ、一般的な感覚としてこのシリーズで登壇された講師の方もおっしゃってましたけれども、米国は残念な状況であるというご指摘もありましたけれども、米国人自身がですね、現在の国の状況に不満を感じていると。ただ他の世論調査では、自分の子どもたちの世代が自分たちより良い生活をできると思っている米国人の割合も減少してきていると、そういったことがあります。から米国のその制度的なものに対する不信感ですね、これはその冒頭でトランプの支持基盤になられた方々がワシントンに対してワシントンの政治家が自分たちの声を代弁してくれないという不満があるんだというお話を申し上げましたけれども、一般論として政治に対する信頼というのは非常に低下をしているということが言えると思います。で、中でもですね、一番低下しているのが議会でございます。これ左側の図ですけれども、もう凋落傾向にあるといったことがあると思います。で、政治機関、非政治機関ということで申し上げますと、これは私ちょっとサプライズだったんですが、オーガナイズレリジョン、これも低下していると。多分幼児虐待とか性的虐待とかそういうことがあるんじゃないかと思います。から大変恐縮ですけど、メディアの信頼も低下をしているということで、これまで比較的高かったミリタリー、軍ですね、それから警察、こういったところの信頼感も低下をしているということで、米国人全体としてですね、米国の方向性に必ずしも楽観をしていない、満足をしていない、それから社会の基盤を支える政治的な機関、あるいは経済のインフラ、銀行とかそういうことも含めてですけれども、に対する信頼感が揺らいできているということは言えると思います。で、まあ、これは米国だけの問題ではございませんで、先進民主主義国全体に見える問題かもしれませんが、米国では特に顕著ということが言えるかと思います。で、次に米国の現状と将来の中で、国際情勢と国内情勢についてお話しさせていただきます。で、国際情勢に関してはですね、もういろいろなことがあるんですが、本日は3つだけお話しさせていただきます。一つは冷戦が終了をして、米国がイデオロギー戦争に勝利をしたと。で、米国主導の民主主義、自由、法治の概念、こういったものが世界のスタンダードになるんだと、まあ、歴史の終わり、という本がありましたけれども、まあ、そういった考え方が、楽観主義が出たわけですけれども、結果としては多極的な衝突と混乱の世界、文明の衝突的なものが出現してしまい、アメリカ一極、パクスアメリカーナにはならなかったと。で、その後国際同時多発テロが発生して、米国は長期の対テロ戦争に巻き込まれていくと。で、ロシアも冷戦が終了した後は、米国も随分専門家を送って、民主化、市場経済化を支援しようとしたんですけども、結局そうはならずに、プーチン大統領の専制政治になってしまった。から中国の歴史的な台頭ということで、米国は経済、自国の経済的な利益から国際社会の安定ということを考えて、中国に関与してきた。決してもろ手を挙げてですね、賛成してきたわけではないわけですけれども、それからミサイル技術の拡散ですとか、核技術の拡散ですとか、そういったところでは限定的な成功もしてるんですけども、基本的にはその中国の発展、国際化を支援してきた。で、その背景には、まあ、旧ソ連と異なり、中国は単なる競争国ではなくて、パートナー的な面があった。特に、経済力においてはパートナーという位置づけだったわけですけれども、中国の方が経済力、軍事力、技術力を備えて、来るに従って東方妖怪を転換して、米国とは異なる思惑とは異なる方向に進んできたということで、ございます。
で、米国、しかし米国内の対中利益はですね、多様な視点がありまして、安全保障もあれば経済もあれば農業もある、人権もあれば宗教もある、 IT 産業があれば多国籍企業もあるということで、多様でなかなか対中のですね、グランドストラテジーを立てきれていないというのが現状だと思います。で、現在バイデン陣営に連なる方々に伺ってみますと、やはり外交ということでは対中というのがもう中心的な課題で、カンカンガクガクの議論をしているんだというお話を伺いました。から最後に、国際面では米国のハードパワー、ソフトパワーの両面でのですね、相対的な陰りが見えてきているということはあると思います。で、冷戦終了後、米国の覇権を背景とした平和と秩序は先ほど申し上げてましたように実現するに至らずですね、米国の相対的な影響力が各地で低下していると。それから米国もですね、米国が戦後中心になって指導的な役割を担ってきたリベラルな国際秩序の維持に対して積極的な支援を行ってこれなかったという事実があると思います。まあ、ファーガソンが言っている米帝国の勃興と没落という考え方が、私はそれなりの説得力がここではあるのではないかというふうに思っています。で、国内に目を向けてみますと、国内の方は、まあ、社会の分断、それから二極化というのが猛烈な勢いで進行していると。これもこのシリーズの講師の方がおっしゃってましたけれども、やはりその二極化というのは非常に分化していると。で、私はもう一つ、二極化の中もにもシングルイシューによる多極化あるいは多様化というのが出てきていて、民主党内もなかなかまとまりにくい、共和党内もなかなかまとまりにくいということ、それから対立自体がですね、極めて激しいということで、以前の講師の方がサンクスギビングのディナーで家族が政治の話をしない、あるいは食べ物に至るまで対立しているということがご指摘ありましたけれども、この対立というのは極めて先鋭化をしていてですね、なかなかその建設的な議論ができにくい、そういう状況になっていると思います。それから2つ目が国民的アイデンティティの喪失ですね。で、この喪失っていうと、これは保守的な見方をすれば喪失であって、革新的、進歩的な見方をすれば、改善というか進歩ということになるのかもしれません。で、Who are we と、我々は何者かという日本語の本に訳されておりますけれども、これもハンティントンですけれども、彼はアングロアメリカン、それから米国的な心情、これが米国の国家的、国民的アイデンティティだったんだけれども、それが喪失してしまったと。で、それ以外の移民ですとか、まあ、いわゆる以前のアイデンティティを共有化しない人たちが増えてきて、いる状況を指摘しました。で、ヒスパニック系を中心として英語を第一言語としない集団というのが増えてきている、あるいは英語を話さない集団ができてきているといったのが一つの例だと思います。それからアジア系がやはり発言力を非常に増しているということで、選挙地区によってはアジア系を無視してはもう勝てないというところも出てきていると。ただそのアジア系が当然ですけどアングロアメリカンではないわけですし、から米国的な国家的信条、ハンティントンが指摘した自由ですとか平等ですとか民主主義、個人主義、こういうものをどこまで共有しているのかという問題が表面化していると思います。で、アジア系というのはアジアがということではなくてマイノリティという面で申し上げました。から文化価値の戦争ですね、まあ、ウォーという言い方をしてもいいんではないかと思いますけど、リベラル派と保守派のもう過激な対立が起きていると。で、一番目の社会分断、二極化は政治を中心にお話申し上げましたけど、ここではやはり文化価値的なもの
ということなんですけれども、まあ、若年層を中心にリベラル派が多少優勢になってきていると、この何十年間ですね。で、民主党系の人工妊娠中絶あるいは銃規制ということだけではなくて、LGBTQ、BLM、気候変動、女性権利など、こういったものに対する支持が拡大しつつあると思います。ただし、ナショナルレベルでですね、連邦レベルではやはり上院が人口比ではなくて州に割り振られているので、まだその政策的、特に法律的な面での反映というのは抑えられているということが言えるというふうに思います。それから教育ですね。この文化価値戦争あるいは二極化の進行の背景にある教育ですけれども、これはやっぱり高等教育で、何十年にもわたって、リベラル派、これも鍵括弧付きで申し上げますけれども、の影響力が浸透していると。1970年代の後半に覚えてらっしゃる方も多いと思いますけど、ブルームのアメリカンマインドの終焉という本がありましたけども、まさに、あの時に、ブルームが指摘したことが現実となっているというのが、保守派の人々が多く感じることではないかというふうに思います。クラシックを学ばないとかいろいろなことを指摘しましたけれども、全て同意するかどうかは別として、米国社会の特に教育現場の、現状の源泉がどこにあったかということを学ぶ意味でも今でもレレバントな本ではないかというふうに思います。それからもう一つはですね、リベラル化の中でグローバル化競争のに勝ち抜く、STEM のプラクティカルな、スキルを有する人材教育ができているかということですね。サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マス、算数ですけれども、数学ですけど、ここは大きな疑問を感じている親も多いのではないかと思います。最近スチューデントローンが払えない、それから米国の大学の学費が高すぎるという議論は非常に多くなってきていますけれども、保守派の人から言わせれば、学費が高くなっているのは先生ではなくて、あるいは教授ではなくて、アドミンがどん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 膨らんできているということ、それからもう一つはそのプラクティカルスキル、つまり給与をジェネレートする学科を取ってないんではないかと。ですから高いグッドジョブにつけなければそれなりの収入もないわけで、ローンの返済も難しくなると。もうこういう見方を、保守派の方々はしていると思います。で、最後に、変容する政党ということなんですが、当然社会の流れに変わってを反映して、それから社会分断二極化ということを反映して政党も変わってくるわけなんですけども、今は次の指導者がですね、共和党民主党ともによく見えないという状況だと思います。で、トランプ大統領の場合は再選されたとしても2期目ですし、トランプ以降のトランプ政権の間に、かつてのモデレートなその共和党員の人たちが離れていますので、まあ、彼らが本当に戻ってくるのか、あるいはトランプ以降再選された場合どなたがその流れを継ぐのか、一説ではクシナーだとか、そんな話も出ていると。それからトランプ大統領の場合は落選、仮にですね落選しても支持基盤の強いものを持ってますんで、それを反映した影響力を党内で維持する可能性がないとは言えないと。からバイデン民主党候補は自らがトランジッション候補とおっしゃってまして、次の若い指導者たちにつなぐ候補なんだということを自らおっしゃってるんですが、じゃあその次の若い指導者たちは誰なのかと、もちろんハリスさんというのは一人いるわけですけれども、どういう政治家なのかというのはなかなかまだ見えていない。それからハリスさんと並んで副大統領候補に上がった方々を眺めてみても、ウォレンさんのように長い間活動されてきた方は、あるいはサンダースさんとか分かるんですけれども、そうでない方々っていうのはなかなか将来の方向性が分からないという面があると思います。で、最後に日本の対米政策視点ということですけれども、米国の次期の政権がどうなるのかと
いうことを簡単にお話しますと、まずやはりその外界の変化、国内の情勢の変化を反映して国内重視、トランプ流に言えばアメリカファーストと、これはバイデンが勝っても同じで、オバマ、先ほど申し上げましたようにオバマも国内重視だったけど、国内重視という視点はなかなか変わらないんじゃないかと思います。ただしバイデンが勝った場合は BLM とかブラックライブズマターですとか、そういったものに組織的制度的な対応をしていくということが考えられますけれども、トランプが再選された場合には今回見られたような混乱や騒乱が中期的にあるいは長期的に政権の間中続くという可能性があると思います。外交に関しては対外関与を積極的に行って、それからリベラルな国際秩序を積極的に推進する、擁護するということはなかなか考えにくく、やはり個別的な関与になっていくのかなというふうに思われます。で、外交に関連して申し上げますと通商ですけれども、通商もやはり米国を第一にした考え方が主流になって、これはトランプに関してトランプでもオバマでもそれほど変わらないんでは、オバマではなくてバイデン、失礼しました、ではないかというふうに思います。つまり米国の産業を利する、米国の雇用を利するという概念で、自由貿易という概念あるいは制度を国際的に守っていくという姿勢が WTO ですとかの国際機関への関与も含めて強くなるかどうかというのは現時点では自信を持って言えないところです。から安全保障ですけれども、安全保障に関しましてはやはり中国とも絡みますけれども、警戒感というのは、対中警戒感というのはいろいろな意味で高まっていると。ただし米国の一国では国際秩序を守る、あるいは対中関与をするとなかなか安全保障の面では難しくなってきていて、まあ装備それから人材両面における質と量を米国が維持できるかというのは大きな問題だと思います。バイデン政権が誕生した場合には、安全保障で大きな役割を果たすと目されているフロノイ、元国防次官ですけれども、彼女などは現在もアジアにおいて通常兵器では対中で、非対称戦争になっているんだと、考え方は変えなければいけないと。それからバーガー海兵隊の総司令官ですけれども、2030年向けた海兵隊の大戦略転換を打ち出しましたけども、これも同じように対中に対する大きな懸念を出していると思います。トランプの場合は支持基盤が国防軍ですので、予算は削らないと思いますけれども、バイデンになった場合は予算が削られる可能性というのはかなりあるというふうに思います。で、最後に日本の対米姿勢ですけれども、まず米国の国益、これが国内だけではなくて、国際的なリベラルワールドオーダー、あるいはアジア、そういったものに関与することにあるんだということを働きかけていくということ、で、その際に普遍的な価値、やはり民主主義ですとか自由ですとか、平等ですとか、そういったものを打ち出していく、日本の特殊事情を説明してですね、だから分かってほしいという方法では大きな強靭な同盟関係を作るということは難しいと思います。米国が変化をしてくるという中で、だから国際機関、それから同盟国、友好国、こちらに力点をなるべく置くように働きかけていくと。だから中国に対しては大戦略というものがないので、それを構築をに関与をできればしていくと。ただ日本は日本の視点がありますので、そこのところは譲れないものは譲れないということで、対応していくことが必要というふうに思います。米国トランプが対中で強硬な姿勢を出していますけれども、それがどこまで日本にとって有益なのかどうかという視点もあると思います。から最後に新指導者賞ということで、米国 の, その指導者が変わってくる、人口動態が変わってくる。で、これまでやはり日本は白人の男性のエスタブリッシュメントと付き合ってくるということが多かったので、特に政策的な視点からはですね、これまで、馴染みがない、米国の指導者の人たちに積極的に働きかけていくと、
こういったことが必要ではないかというふうに思います。ちょっとお時間が長くなってしまいましたけれども、これで、お話の方は終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。はい、秋元さんありがとうございました。秋元さん聞こえますよね。はい、聞こえてます。大変豊富なデータ資料をもとにですね、あるいはワシントン・ポストのウッドワードの、トランプインタビューの中身なども紹介していただいて、また同時にこう秋元さんならではの長年、15年間アメリカでウォッチしていらしたならではのこうアメリカの中枢にいる人との情報交換などをもとにした洞察をいただいてありがとうございました。それでは質疑応答で私の方から一時もちょっと代表してというか皮切りの質問をさせていただきたいと思います。まずですね、最近今日のお話の中にもあったんですけれども、やっぱり党大会以降ちょっと支持率のですね、の差がですね、仮想対決の場合ということですけれども、少しこう縮んでいるように、感じるんですけれども、この理由はどのように分析していらっしゃいますか。やっぱり人種をめぐる対立の問題で、今日も秋元さんが触れられたように、若干こうちょっとトランプさんが言っているいわゆるロー&オーダーですね、法と秩序、これに対するアメリカ人の本音の部分での支持が出てきているのかなという気もします。あるいはコロナ慣れみたいなことで、ちょっとコロナ問題がですね、ちょっと後継に、退きつつあるのかなというような気もしますけど、その辺 のコメントをいただけたらと思います。一つはアメリカのメディアの話ですけれども、やはりこれは彼らにとって大変語弊がありますけれども、大きなプロフェッショナルな機会ですので、差が縮まった縮まったということになるわけですけれども、全体的に見るとまだ大差がついているという状況で、党大会を過ぎて、逆転へ向けて弾みがついたとまでは言えないところだと思います。で、一つはやはりトランプが戦略を明確化して、で、特にその安全命ということを打ち出してきたと、これが理由だと思います。もう一つは経済が多少ですけれども、やはり良くなってきたかな、家から出られるようになったかなと、こういう感覚を持っている人は多いんではないかというふうに思います。で、特に差が縮まっているのは例えばミネソタですけれども、ミネソタは前回も接戦でしたけれども、今回のブラック・ライブズ・マター運動の発端となったところで、暴動もかなり激しいものがあったわけですけれども、そういったところでやはりサバービアの白人たちはトランプに反応している可能性があると思います。はい、ありがとうございました。それから2問目も私の方でちょっと質問させていただこうと思うんですけれども、秋元さん冒頭この連邦最高裁の、この9人の写真、判事の写真から始められて、やっぱりこういうことになるのかなというふうな予想なんですけれども、投開票の混乱というのは当然郵便投票が増えれば増えるほど、発生してきて、我々こう日本メディアとしては通例ですと11月3日の投開票を受けて日本時間の11月4日の、正午前後にですね、どちらが当選したというふうに、ニュースとして報道するという段取りを考えていたんですけど、これがちょっと実現しないだろうと、もうちょっと長引く可能性があるなということなんですけども、これどうなんでしょうかね。その混乱がどの程度いくのか、つまり一つは、1月いわゆる19日のですね、今の大統領のとりあえず1期目の任期が終わるときまでに、この仮に裁判法廷闘争に行った場合に、連邦最高裁がすべて、決着して、その
20日にはですね、次期大統領、あるいは次期任期、あるいは新大統領が、就任するなり、任務を、まあ、秩序だって、続けるというような状況になるのか、それあるいはですね、トランプさんがまあ、コンセッション、まあ、敗北スピーチをするかどうか分かりませんけれども、まあ、いわゆるホワイトハウスに居座って籠城して、大混乱が起きると、そんなような可能性をどう見てらっしゃるか、この辺もお話を伺えたらと思います。トランプの元側近の人たちはいろんな立場があると思いますけれども、トランプ大統領は勝利のためにあらゆる手を尽くすというふうに考えている方が多いと思います。で、先ほど申し上げましたように、郵便投票が多いと、で、一説によると8000万人以上が郵便投票する可能性もあるという中で、消印が11月3日有効なんですけれども、到着する有効期間というのが州によって、地方によって違いまして、だいたい10日から2週間ぐらいあるはずなんですけれども、そうするとそこの間に到着したものは開票されるわけですよね。ですから、まあ、そもそも開票するまでにだいぶ時間がかかる可能性があると。ですから、エマニュエル元のクリントンの首席補佐官などはもう今から開票を始めるべきだとこう言ってるわけなんですけど、そこで時間がかかる可能性が一つあると。二つ目が、お話でも申し上げましたけど、共和党の方が多く投票所に足を運ぶと思われていて、それから投票所でインティミデーションなどもある可能性があるわけなんですけれども、トランプとしては早めに勝利宣言をしたいと、で、バイデンの方はそれを郵便投票も含めて逆転を狙うと、あるいはもともとバイデンが勝ってしまうかもしれませんけれども、そういう中で、法廷闘争になる可能性っていうのは結構あるんではないかと。もうそうするとですね、ゴアのようにトランプ大統領が、国のためにということで、自ら引くということは考えにくいので、相当に混乱するのではないかと。ただし、一応規定としては次回 の議会が開催するまでに、決めなきゃいけないという規定もあるので、今言われているのは共和党の、仮にそういう事態になったときには共和党の重鎮あるいは影響を持っている方々がトランプを説得するべきではないかと、そんなことまで話されているような状況です。はい、ありがとうございました。さあ、それではちょっとここで皆様から質問、まずじゃあ会場からですね、じゃあ播磨さんお願いします。TBS の播磨でございます。今日はお忙しいところありがとうございました。支持率がどこまで信用できるかというお話ございました。前回もクリントンとトランプの差はこの時期これぐらいあってですね、結果的にトランプは勝ったっていうこともあって、その隠れトランプの存在とかっていうことも言われるわけですけど、秋元さんは現在割とこう世論調査の差を率直に受け入れられているようにお見受けしたんですけども、前回と今回のその支持率、世論調査の信憑性を見るときに、どこが違うのかっていうところのお考えをちょっとお伺いしたいと思いますのと、あと10月11月オクトーバーサプライズ言われますけど、これからその、奇数を決するような大きなサプライズで警戒しておくべきことにどんなことがあるのかという、その2点についての見方をお伺いしたいと思います。はい、世論調査を決して全部受け入れているというわけではないんですけど、先ほど申し上げましたように全国レベルではかなり精度は高かった、それなりに精度は高かったと。ただ激戦州というのは理由も申し上げましたけれども、精度というのはなかなかわからないというふうに、思います。から前回はですね、激戦州では特に学歴というものがポーリングのデータに入ってなかったということで、今回はその学歴を入れるということで多少精度は、学歴で支持が明確になってますので、上げるということが行われているかと思います。ただ激戦州の支持率というのは本当なかなかわからない。それから今のパーセンテージポイントの差も逆転が可能な差であるということは事実ではないかというふうに思います。
からサプライズですけども、もうオクトーバーサプライズまでもう最近は行かなくて、先ほど申し上げましたように郵便投票などでいろんなことが起きているので、もうその時点で、いろいろなそのことが起きてくる可能性があるとが一つ目で、二つ目は奇数を決める要素ということで、お話しさせていただいた通りで、感染が爆発的に増えたりとか、そういうことは考えられると思います。あとはいつも言われることですけど、テロ攻撃があるとか、そういったその重大なことですね、あるいは、どちらかの候補者が感染してしまうとか、そういったことも、もうもちろん可能性としてはあり得るというふうに思います。はい。じゃあまたもう一問会場から、じゃあ、三琴さん、お願いいたします。秋元さん、NHK の三琴と申します。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰します。2つお伺いしたいんですけど、今日は非常に激戦区の細かな話とか、大変参考になってありがとうございました。一つですね、トランプが今までやってきたことで、その新イスラエル政策ですとか、壁の話ですとか、まあ、いわゆるその元々のそのトランプ支持層、あるいは共和党の支持層、福音派などの票を固めるということは着々とやってると思うんですけれども、その、例えば激戦州で勝つにはですね、やはり富裕層の票とかをどれだけ取れるかというのもあるんですが、これに関してはトランプ陣営っていうのはどういうふうに考えているのかというのを一つお伺いしたく思います。それと前回ですね、別に福音派でもないし、移民排斥でもないという人でも、そのトランプに投票した人が、まあ、多くあった、まあ、中でもその民主党支持者だった人がトランプに投じたと。で、その後特に中西部の白人労働者向けにはですね、中国との貿易摩擦などをやって、そうした白人労働者の票をさらに固めようとしたんですけれども、まあ、実際には経済的な効果もそれほど出ていないというふうにも聞いていますが、まあ、そういう人たちがやっぱり民主党だっていうふうに、その戻っていく可能性っていうのはどのぐらいあるんでしょうか。それと最後にバイデンさんなんですけども、前回隠れトランプっていうことで、世論調査ではちょっとトランプっていうのは恥ずかしく言えないんだけど、いざ投票所に行ったら、トランプに投票した人が多かったということで、世論調査が当てにならなかったという話になったんですけども、今回ですね、そのバイデンさんをめぐっては、どうもその熱狂がないというか、この人に積極的に投票する気にもなれないというような人が、まあ、いてですね、まあ、今、世論調査で聞かれると、まだバイデンとも言えないなっていうことだけれども、まあ、それで世論調査の数字もそんなに上がんないんだけど、ただいざ投票所に行って冷静に考えてみると、やっぱりトランプじゃなくてバイデンだっていう、まあ、いわゆる隠れバイデンみたいなものがいるのかどうか、その辺、秋元さんの考えを聞かせてください。はい、激戦州に関してですけれども、富裕層ということに特に焦点を当てて、活動しているというふうには私は伺っておりません。でやはり繰り返して時間を無駄にいたしませんけれども、サバービアの白人女性票、それから黒人層をどこまで、白人女性票の剥落を防いで、黒人票をどこまで取れるかというのが非常に大きいんではないかというふうに思ってます。それからやっぱり州ですよね。激戦州すべてに総力を注ぐということではないので、激戦州の中でどこが勝算がそれなりにあって、選挙人の数がどれだけあって、というその戦略をが一番大切ではないかというふうに思います。で、労働者に関してはまさにおっしゃった通りで、減額をしている方々が多いんではないかというふうに思います。適当な例かどうか分かりませんけども、日本でもオルタナティブに投票をして、それでまた戻ってきた人たちというのは過去の選挙であるわけで、そういう人たちが出てくる可能性というのは私は十分にあるというふうに思っています。からバイデン、それからもう一つですけども、トランプ、隠れトランプという言い方ですけれども、まあ、三琴さんはワシントンよくご存知ですけれども、前回の大統領選では私ベセスタですけれども、庭にトランプという札が結構見えたんですよね。確かにあの
クリントンの方が圧倒的に多かったんですけど、トランプという札も見えた。今回はですね、まだ1枚も見てないという状況なので、近くではですね、ただそういう方々が消えてしまったわけではないので、確かに明らかにいらっしゃると。もう一つはそういうことを言うのをはばかるような社会の風潮というのが非常に強くなってきているということで、これはもう予期できない有権者として必ずあるというふうに思っています。ちょっと今追加、秋元さん一つ訂正です。私富裕層つったんですけど、不動票の間違いでした。すいません。わかりました。ありがとうございます。はい、それではですね、でちょっと今一問オンラインで入ってますんで、これは読売新聞の大内さんですね。大内さんもワシントン OB ですね。カマラ・ハリスさんの評価についてお聞かせくださいと。私は彼女とヒラリーのイメージが被るんですが、ハリス氏は郊外の無党派女性にどう受け止められているのでしょうか。郊外に住むサッカーママやズームママですかの抱えている問題が分かるような人というふうに、受け入れられているのでしょうかと。要するに そういう郊外のママたちに、好感を持って、受けられていますかという質問です。まず大前提として、大統領選ということで申し上げれば、副大統領が大統領選を決めるということはないのでというのが一つですね。から二つ目は、それはご質問ではありませんでしたけど付け加えさせていただきます。で、ハリスに関してはワシントンでの活動があまりに短すぎて、実際にどういう政治家なのかというのは明らかではない。むしろその ポピュリスト的な動きをしているのではないかと。で、それからケンジというそのバックグラウンドもあったので、犯罪取り締まりですとかそういうことに対しては、今 その黒人のインカーセレーションですとかそういうことに手を加えてきたのではないか。もちろん刑務所に入れるのではなくて、更生というようなことも打ち出しましたけれども、じゃあそれで実際どれだけ、成績が上がっているのかと。から投票行動だけ見ればかなり左傾化した投票をされている方で、要はまだ政治家としてどういう立ち位置の方なのかよくわからない。それからこれまではどちらかというと攻める 方でしたよね。カバノの上院における公聴会もそうでしたし、予備選の時にバイデンに不意打ちを食らわした発言もそうでしたし、ただその今度は収める側に回った時にですね、どれだけのどういうその政策視点に立ってどういうことを打ち出していくのかわからないという状況だと思います。で、ご質問の趣旨に関しては世論調査の数字は持っておりませんけれども、私の感覚としてはやはりブラックライブズマター、マイノリティ登用、女性登用と、そういう中ではですね、好感を持って見られているというふうに私は感じています。はい、それからあと会場からも、もうよろしいですか、今手挙げられた、それからあともう一問オンラインで来た人で、これは読売新聞の三好さんですね。これも一部お答えになっているかもしれませんけれども、要するに世論調査の正確性の問題ですね。メディアおよびこう世論調査会社が、秋元さんも今日おっしゃられたようにちょっとコストの問題があって、前回の大統領選では、正確性が欠いたということなんですけれども、今回はその辺はどうなんでしょうか。前回の反省 を踏まえて、少しこう、正確度が増したというふうに考えていいんでしょうか。それは先ほど申し上げましたように、コストと、それからな有権者を失礼しました、世論調査を行う対象の方々のプールをどう規定していくかということが重要だと思うんですけれども、前者のコストの方はあまり改善していないというのが私の理解です。で、後者の方はそれなりに配慮をされて、前回の反省もあったので上げていこうと
ということがあると思います。ただ全体としてですね、世論調査の精度が前回に比べてものすごく高くなったとおっしゃっている方は見当たらないというのが現状だと思います、うん。はい、ありがとうございました。最後にもう一問、ちょっとせっかくですので秋元さんを伺いて、まあ、とにかく文局化とか、価値観戦争とがどんどん続いてて、これはまあ次、トランプさんが勝とうと、バイデンさんが勝とうと、まあ、この流れは変わらないと思うんですけども、そうするとこう今後、アメリカはどうなるんですかね、こう全くこう、まあ、2つの国みたいになってて、国としてのまとまりがどんどんなくなってて、どんどん衰退してって、そういうふうになっていくのか、あるいはその国としてまとまらなくても、対外的にはアメリカというパワーとして、パワーの行使が進んでいって、いい形になるのか、あるいはどういうことで、つまりユナイティブというか、まあ、再統合というか、そういうことが起きるのか、その辺をお考え、なんかお持ちでしたら伺いたいと思います。短期で申し上げますと、もうバイデンはすでに当選した場合には米国民をまとめるということをおっしゃっている。トランプの方は全くこれまでの方針と同じですから、分断、支持基盤層だけへの対応ということになると思います。ただしバイデンとしても、じゃあ何を基盤としてそのまとめていくのかと、リベラル的な、大雑把な定義のリベラル的な、あるいは左派的なことで米国をまとめるというのはできないわけで、そこのところは明確になっていないと言えると思います。で、ハンティントン の, Who are we というところで申し上げましたけれども、アングロアメリカンの人種ですとか、そうキリスト教ですとか、そういったものに加えて信条でやはりまとめていく原則社会ですよね。バックグラウンドが異なる人たちが集まってきて、原則に基づいてそのまとまっていこうというのが米国社会で、これは世界的なその多民族、多人種、多宗教の人たちがどう生きていけるかということの、まあ、マイクロな実験場だと私は見てきたわけなんですけれども、やはりなかなかそれが難しい状態に陥っていると。で、先ほど申し上げましたように対立して、共通のフレームワークも討論のフレームワークもなかなか作りにくいという状況なので、本当に楽観はなかなかできないと思います。ただし、まあ、今回のプレゼンをさせていただくに際してですね、共和党の方と民主党の方といろいろ何人もの方にお話を伺ったんですけれども、全く見方が違ってですね、大体私のお話の趣旨を申し上げると、民主党の方はペシミスティックすぎると、もっとその楽観的な社会は改善してるんだという方向の方が多いんですけども、共和党の方はどちらかというとですね、ペシミスティックな方が多いように見受けられました。まあ、これは私の非科学的な知人友人に対する聞き取りですので、そこの時点ですでに傾斜している可能性もあると思います。以上です。はい、ありがとうございました。秋元さん、本当にワシントン時間で夜遅くまで、お付き合いいただいて、また非常に資産ともいろんな見解を、述べていただいてありがとうございます。まあ、今日の秋元さんのプレゼンでも非常に秋元さんは現場でのいろんな動きやですね、いろんな方とのアメリカ人との、懇談意見聴取を踏まえた上での分析をされてて、非常に冷静冷徹なファクトに基づいたエビデンスベースの、まあ、洞察で、本当にためになりました。一つ秋元さんについてのエピソード、これは秋元さんに許可を得ていないんだけど、別に問題ないと思います。ふるしますと、秋元さんと、リアルでお会いしたのは、確か今年の1月か12月か、去年の12月か、コロナの前だったと思うんですけども、あの頃はもう民主党がまだ誰になるか、戦運状態だったんだけど、私なんかはもうバイデンはあまりにも熱がないので、熱気がないので、これはもう全然ダメだねっていうことを、秋元さんに、バイデン消えましたよみたいなことを言ったら、秋元さんが杉田さん何言ってるんですかと、バイデンという人は、ワシントンで
何十年政治家やってきたか知ってますか、いやまあそうですねみたいなこと言って、そのバイデンがそんなにこう簡単に、くたばるわけじゃないじゃないですかというふうに、秋元さんおっしゃって、私はその時そうかなと思ったんですけども、やっぱり民主党の予備選及び党員大会あじゃなくて党員集会がですね、まあ、バイデンがやっぱり最終的には勝ち上がってきて、でここまで、トランプと、まあ、支持率を、まあ、開い、まあ、広げているという状況なですので、まあまあ、さすがに秋元さんは、ワシントンで定点ウォッチをずっと続けていらっしゃるだけあるなと思って大変敬服した思いがあるんですけども、まあ、今日の、プレゼンではどちらが勝つということは当然おっしゃらなかったんですけども、まあ、一つ一つの、データや秋元さんのコメントがそれ、まあ、当時思い出すような非常に我々日本人が持っているような、規制概念を打ち破るようなお話をたくさん伺えたと思います。本当にどうもありがとうございました。皆さん秋元さんに拍手をお願いします。至りませんでしたけどどうもありがとうございました。それからご無沙汰している方々のお顔やお声を伺って本当に懐かしく思いました。ありがとうございました。はい、それではこれでこの研究会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。